皆さんこんにちは、ケンです。今は、夜中の12時回ったところになるんですけども、明日からちょっと私3連休となってまして、せっかくなのでちょっと旅行行きたいなと思って、車にですね折りたたみ自転車2台積んで、今からですね朝に向けて富士山を見に行きたいなと思ってます。折りたたみをですね今から袋に詰めていきたいと思ってます。順番にやっていきましょう。次はK3をやっていきたいと思います。これはダホンK3用のやつですね。初めて使ってみるんですけど、やっぱK3のやつがコンパクト。って感じする。折りたび、折りたたみ自転車旅、折りたび、はい、今日は山梨県の花の宮公園に来ております。はい、車で折りたたみ自転車今日持ってきました。はい、久しぶり、久々の折りたびでございます。で、明日雨降るんですけど、今日こんだけ快晴なんで、快晴で紅葉もねちらっとしてて、すごく景色がいいですよ ね。はい、目的地は河口湖。今日は河口湖の、まあ、温泉があるホテルに泊まる予定で来てるんですけども、その前にね、ここがちょっと観光地ということで来ました。自転車でどこまで走れるかわかんないんですけど、走っていきたいと思います。はい、はい、ではレッツゴー。ちょ、立たない？下げたら。そうだよね。久々だからね。はい。ちなみに見て見て、これパナレーサーとクロームがコラボしたシューズ履いてます。ここがすごい。映ってる？パナレーサー。映ってる？映ってると思う。うん。かわいい、はい、後ろ普通に買いました。うん、行きましょう。はい、あ、いいっすね。おーおーおー、なんかサイクリングコースなのかウォーキングコースなのかみたいなところがあるので、うん、走っていきたいと思います。うん、いいね。わかるのね。ちなみに止めた場所は花の都パーク、花の都パークの公園花の都公園、花の都公園の有料駐車場に止めています。ここをまっすぐ行くとどうなんだろう。あ、結構見て、富士山よ。富士山よ。すごくない？めっちゃ近いよ、富士山。すげえ、よく見える。こんな近くで見れるんや。ね。だよな、河口湖のとこもっと綺麗やろな。そうだよね。すごいすごい。そう。ちょっとテンションやっぱ上がるよね。上がる。富士山ってだけで。あれ登山のあれじゃない？登るとこじゃない？ジグザグしてるやつ？ジグザグしてる、ほらこれ、このカメラ撮れてると思う。そうやね。すげえ、登山ルートじゃない？いや、すげえね。軽く走ってこうぜ。うん、のんびり行こうぜ、うん、まったり。天気もいいしね。これは気持ちいいね。富士
士山を横目に走れるよ。超絶景、やば。すげえ。このやばい、ここやばい、ここ画角やばい。ここ撮る、写真撮る。やべえ、私たちさ、折りたびしたら絶対走らんくない？チャリもう止まりすぎてさ、ドーンやね。ちょっと携帯でも。折りたび。はい、ということで今川口湖に走りに来てます。1周17キロぐらいですね。折り旅史上最長記録更新です。やっと折り旅らしくなってきたんじゃない。もう旅に出て現地で17キロですね。ちょっと寒い。でもあっちらへんなんか日差しが出てるっぽくない？向こう側されてて、うん、ここ走っていけば、うん、なるほど。トンネル入らんって言うと左側。そうだね、うん、左サイクリングコースだって。サイクリングコース左。わお、
レート交換しよう。あ、いや、このサドル硬いよ。勝ちないけど。このハンドルやっぱいいね。なんかスピード感変わらんくね。こっちは7速あるけど。お花畑号が通ります。違う、その名前じゃなかったっけ。フラワーアイランド号。フラワーアイランド号見てください。はい、ということで今走り終わって近くのホテルに泊まるわけなんですけど、サイコンでデータは取ってないんですけども、ネットでの情報によると、河口湖一周は17キロほどだそうです、うん、で上りほぼなかったですね。平坦です、うん、で良かった点は、トンネルの時ですね。トンネルが、1箇所しかなくて、しかもそれ一瞬だけじゃないですか、先が見えてる感じのトンネル。そうそうそう。車がビュンビュン走るところについてはトンネルを外れるルート、自転車とか歩行者が通れる、とこが引いてあって、非常にそこは走りやすかったです、うん、あとはね、普段の道は今日土曜日っていうのもあるんですけど、めちゃくちゃ怖かったですね。ちょっと狭い狭い、交通量多い、道幅はまだ狭いのに、車もよく通ってたっていうことかな。ロードバイクとかは走りづらいと思う。逆にミニベロとかは走りやすいと思います。結構富士山が表情変わるから、そのためにここでも写真撮りたい、ここでも撮りたいってなるから、ストップアンドゴーが多かったから、はい、そうね、あんまり速いロードで走るメリットはないかもね。そうだね、トレーニングするにしてもちょっと、ミニベロとか、キックスタンドついててみたいな。あ、そうだね。あとはレンタルサイクルも、電動のママチャリだったりとか、どちらかというとクロスバイクとか、ロードバイクのレンタルショップはあんまりなかったと思いますね、はい、なのでそういった街乗りバイクが非常に向いてるとこじゃないかなって個人的には思います、で1回行ったことない人は行く価値ありますよ。もう富士山が本当にいろんな表情を見せてくれるって今言った通りなんですけど、見えたり隠れたりするし、それがすごい良かったです。で結構他にも観光できそうなスポットがたくさんあったじゃないですか、一周する中で。だから今日はちょっと一周まずしてみようっていうのにしたけど、途中でそれこそ立ち寄ったりしても楽しそうだなと思った。そうだね、ちょっと昨日のね夜から出発して、そうな、疲れたけど今から仕事します、楽しかったよ、本当に楽しかった。でもグラベルできたかった。そうね、今度はグラベルできたかったんで、はい、で最長記録です。もう僕ら多分3キロが今まで3キロぐらいじゃなかった最長。それが折り旅に関しては、で17から18でしょ。もうケツめっちゃ痛いで、私服できてるから、私服で、お尻で確かに痛かった。なんかもうこれちょっと手抜いたからケツ痛かった、装備がね、装備はなんか折りたたみはほんとちょい乗りですよ、15キロぐらいがちょうどいいと思う。20がギリかな、本当に折り旅って感じでした。折り旅、タイトル通り初めて旅にしましたね、ということでまた次回の折りたたみもお楽しみに。はい、ご視聴ありがとうございました。